皆さん、はじめまして。プロパガンダゲーム出演させていただきます、松島雄之介です。今回、就活生ということで、着慣れないスーツを着て、精一杯ね、就活を頑張っていきたいと思いますので、皆様どうか楽しみにしていてください。公演は8月にございます。ぜひ劇場でお待ちしております。皆さん、はじめまして。椎名瑞稀役を務めさせていただきます、松田翔太です。はい、プロパガンダゲーム、僕自身はですね、初めての少人数での会話劇ということで、息までお客さんに届いちゃうってことで、僕自身めちゃくちゃ緊張してるんですけど、しっかりと皆さんと空気を分かち合って、たくさん喋って皆さんに届けられたらなと思っておりますので、ぜひプロパガンダゲーム見に来てください。お待ちしております。就活頑張ります。バイバイ、待ってます。どうも、高坂優香役の宮崎里奈です。今回プロパガンダゲームという舞台に出演させていただくんですけども、出演が決まってすぐに小説を読んだんですが、私正直活字が苦手なタイプで、小説読めるのかなとか思って心配して読んだんですけど、もう一日でサクッと全部読めちゃうくらい本当に没入感のある作品になってまして、本当に緻密なんですよね。これを舞台でどうやって表現するのかなっていう楽しみもあるんですけど、私が演じる優香ちゃんはとってもこう感受性の豊かな女の子で、でもすごく心が優しくって、なんかこう人の痛みを分かれる、もう心優しい女の子なので、私にできるのかなっていう不安はあるんですけども、まあ、チーム戦なので、チームのみんなと協力し合いながら楽しい舞台を作っていけたらなと思っております。レジスタンスチームとガバメントチームとありますので、2作品とも見ていただけたらなと思っております。では劇場でお会いしましょう。ありがとうございました。舞台プロパガンダゲーム、折笠愛役の及川篠です。小説を読んだ時に本当に面白くて、あっという間に読んだ作品だったので、出演できることを嬉しく思っております。この舞台を企画していた4年前の当時や、出版の当時よりも戦争というものが身近で、情報にあふれている世の中だからこそ、感じていただけるものがたくさんある作品になっていると思います。たくさん楽しんでいただけるように稽古頑張ります。チケット発売中です。お待ちしております。よろしくお願いします。はじめまして、久保田道明です。今回プロパガンダゲームという小説の舞台化にあたって、伝言の渡辺という役をやらせていただくことになりました。とても面白い小説なので、それが舞台上でどう展開されるのか、皆様楽しみに見に来ていただけると幸いです。よろしくお願いします。はじめまして、伝言堂の石川役で出演させていただきます、榊好美と申します。よろしくお願いします。今回小説が原作である作品なんですけれども、それがどんな風に舞台で繰り広げられるか、ぜひ楽しみにしていてください。劇場でお待ちしております。はじめまして、森島ゆかりと申します。今回伝言堂の社員山野役で出演をさせていただきます。皆様と学生さんたちの橋渡し役的な存在になれればと思っています。劇場でお待ちしております。皆さん、こんにちは。今井孝也役の白又敦です。今回プロパガンダゲーム出演させていただくということで、原作読ませていただいたんですけども、本当に自分が本来持っている人間性と近いキャラクターが高谷だったので、すごく演じるのが楽しみです。で、まあ、本自体がやっぱりそのいろんな世代の方に訴えることができる作品になっていると思いますので、たくさんの方に見に来ていただけたら嬉しいです。ぜひ劇場でお会いしましょう。皆さん、どうも、国友美希夫役、白河秀太です。
台プロパガンダゲーム、今までに体験したことのない作品ということで、僕自身これから稽古に臨むことがとても楽しみです。皆さんにお届けできるよう一日一日稽古を大切に頑張っていきます。皆さんぜひ劇場に会いに来てください。レジスタンスチーム落ち役の出口ありさです。今回は清風側とレジスタンス側の2チームあるということで、2作品楽しめるような感じになってるんじゃないかなと思います。なので皆さんどういう風になっているか劇場で確認しに来てください。樫本成美役の高島奈々です。今回私は約1年ぶりの舞台となるんですけれども、なんと初めての就活生役ということで、なんか今から本当にワクワクしております。あと原作を読ませていただいた時に、私のこの樫本成美の役が本当にちょっと私は友達になれないだろうなっていうような、結構気の強い女の子の役なので、それになりきってちゃんとみんなにこう自分の意見をガッて通す強い役を頑張って演じたいと思います。劇場でお待ちしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。